ってくんで、はい、おー、いけいけ、みんな、いけいけいけ、ということで、無事終わることができたんですけど、子供たちの笑顔見れてよかったなと思ってます。まあ試合は負けてしまって、まあ、かっこいい姿は見せれなかったと思うんですけど、まあそこは申し訳ないと思ってます。すいません。まあ次は絶対勝とうと思ってますし、招待もしたいと思ってます。今回ね、見に来てもらった美祢市の方々、友達とか家族とかいろんな人に、こういうチームがあるよ、こういうプロサッカーチームがあるよっていうのを、周りに教えてあげてほしいと思ってますし、その友達とか家族と一緒にまた試合を見に来てもらえたらなと思ってます。はい。まあ負けたのがちょっと悔しかったね。ねえ、絶対勝とうと思ったんですけど、そんな甘くはなかったです。まあ、次絶対勝とうと思ってるんで、これ見てくださってる皆さんも、ぜひ僕たちと一緒に戦ってください。ではもっと山口県にレノファ山口が広まるようにこれからも活動していきたいと思います。ではありがとうございます。